プレナスなでしこリーグ、21日4連覇を目指す日テレは初昇格の C 大阪栄を 3-1 で下し、白星発進した。0-1 の前半終了間際に坂口瑞穂が頭で決めて同点とし、後半8分に長谷川唯のゴールで勝ち越し、中盤には宮沢が加点した。昨季2位のアイナック神戸は初昇格の日体大フィールズ横浜を2-0でどけた。